PEGI 16。皆さんこんにちは。ダーク三国アクション RPG ウォーロンフォールンダイナスティプロデューサーの安田です。今回は最終体験版のステージを使って本作を紹介していきます。この壁炎の山村ステージは黄金兵らに襲われ、至る所が炎に包まれています。炎を避けられる場所を探しながら慎重に進みましょう。家系は敵の攻撃を受け流して隙を作ることで自分の規制を高めるアクションです。規制は様々なアクションを繰り出すためのエネルギーになります。敵の動きを見極めてうまく家系を狙っていきましょう。ただし敵の攻撃などで規制をそがれるとしばらく動けなくなります。なので規制によるアクションは使いどころがポイントになります。自分と敵の士気ランクはこのミッション内での強さを表していて、高いほど強くなります。士気は敵を倒すことで高まっていきます。また士気ランクは戦術の使用条件にもなっています。強力な戦術は士気ランクが高くなければ使用できないので、自分のスタイルに合った戦術をセットしましょう。自分よりも士気ランクが高い敵は脅威となります。正面から挑むか別ルートを探すか、選択はプレイヤーの自由です。強敵を倒すとより良い報酬が手に入ることがあります。自信があればぜひ挑戦してみてください。敵に敗れると戦機の半分と士気が奪われてしまいます。失った戦機と士気はリベンジすることで取り戻すことができます。ただし敵である敵は士気ランクが上がっているので注意が必要です。軍旗などの旗を立て戦場を制圧することで不屈ランクが上がります。士気ランクは敵に敗れると下がりますが、不屈ランクより下にはなりません。戦局を有利に展開するためにも立体的にフィールドを探索してみてください。中には盗目を倒すことで奪える軍旗も存在します。道中では様々な登場人物との出会いがあります。共に行動することで脅威を乗り越える助けとなってくれるでしょう。ステージの最後にはボスが待ち受けています。黄金島の指導者の一人長領は大土で強力な一撃を繰り出す敵です。持てる力の全てを駆使して挑みましょう。敵の規制を削り切ると強力な一撃絶脈を加えることができます。強大なボスに挑む中で何度もいっぱい土地してしまうかもしれませんが、ぜひ諦めずに挑戦してみてください。そしてこの先にはさらなる死地があなたを待ち受けています。ご覧いただきありがとうございました。3月3日に皆様と三国乱世でお会いできるのを楽しみにしております。